電話をペアリングしたら電話にタッチします。履歴にタッチして履歴リストの連絡先または番号を表示、選択します。連絡先にタッチして連絡先を検索します。連絡先を選択するには名前を入力するかリストをスクロールします。連絡先を選択します。キーパッドにタッチして番号を入力します。電話アイコンにタッチしてその番号にダイヤルします。通話中このアイコンは通話終了アイコンになります。 選択して通話を終了します。着信があったら電話アイコンにタッチして応答します。ステアリングホイールスイッチで電話を操作するには電話ボタンを押して最近の通話リストを表示します。再度押してリストの一番上の番号に発信します。着信があったら電話ボタンを押して応答します。通話を終了するには通話終了ボタンを押します。通話音量を調節するにはサムホイールを上下に回すか、 ボリュームコントロールを回します。ボイスコントロールで電話を操作するには、音声ボタンを押して音声セッションを開始します。電話というか電話ボタンを押して関連コマンドのリストを表示します。トーンが鳴るのを待ってから必要なコマンドを言うかタッチします。押し続けて音声セッションをキャンセルします。通話中に別の着信があるとメッセージで通知されます。 新しい通話に出ると、現在の通話は保留になります。最初の通話に切り替えるには、切り替えアイコンまたは連絡先の詳細にタッチします。現在の通話を終了するには、通話終了にタッチします。通話追加にタッチし、連絡先を選択するか、その番号にダイヤルします。グループ通話にタッチして、アクティブな通話を会議通話にまとめます。誰かが通話を終了した場合は、グループ通話を選択解除できません。 他の発信者は通話中のままです。タッチして会議通話を終了します。ボイスメールにアクセスするには、オプション、ボイスメールの順にタッチします。ボイスメール番号を入力してサービスを設定します。これでボイスメールメッセージを聞くことができます。